10名の選手が今シーズンをもって退団ということになります。はい、私の方から選手を一人お一人お名前を呼ばせていただきます。五十嵐優選手、山田育真選手、榊林平選手、ジャン・ソクファン選手、井上亮選手、アーディ・サベア選手、清水真希選手、池永源太郎選手、中康介選手、塩根タプオス選手。お一人ずつご挨拶いただきたいと思います。まずは五十嵐選手からお願いいたします。本日は、たくさんのご来場ありがとうございます。2年間という短い時間だったんですが、皆さんとたくさんの会場で出会うことができて本当に良かったです。またどこかで会うとは思うんですけれども、その時も優しく声をかけていただけたらと思います。2年間お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて山田選手お願いします。こんにちは、山田育真です。僕は3シーズン、このチームでお世話になりました。スティールメイツの、皆さんの応援があって、3年間、しこいてここでラグビーすることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。榊林平選手お願いします。スティールメイツの皆さん、約2年間、応援ありがとうございました。スティールメイツの皆さんは絶対に日本で一番のファンだと思います。まあ、これからもラグビー続けるので僕とスティーラーズの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。8年間ありがとうございました。まあ、スティールメイツ様 の、 その応援がいつも力になって8年間できたと思います。まあ、来年僕も、まあ、スティールメイツとになると思うんで、まあ、一緒に応援をします。ありがとうございました。井上亮選手お願いします。5年間ありがとうございました。スティールメイツの皆さんのおかげで充実した、5年間を過ごせました。ありがとうございました。続いてアーディ・サビア選手お願いします。こんにちは。Just want to say a massive thank you for all your guys' support. It's been an honor and privilege to be able to play in front of you guys. Thank you very much. はい、皆さん、熱い支援、熱い応援ありがとうございました。皆さんの前で本当に、プレーできて、とても誇らしいです。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、清水真希です。短い間だったんですけど、スティーブ・ベイツのさんのおかげで、楽しくラグビーすることができました。これからも神戸製鋼の応援よろしくお願いします。清水真希選手ありがとうございました。池永選手お願いいたします。本日はご来場いただきありがとうございます。5年間、プレー、神戸製鋼をおらしてもらったんですけど、今日含めていろんな人にこう、まあ、一番嬉しかったんですけど、今日言われた言葉で寂しいって言ってもらって、僕自身、すごいスティールメイツの皆さんに支えられたなって実感しました。とともに、最高のチームで、プレーできた5年間を、誇りに思ってます。本当に5年間ありがとうございました。ありがとうございました。中康介選手お願いします。こんにちは。4年間ありがとうございました。歴史と伝統のあるスティーラーズというチームでプレーできたことと、スティールメイズの皆さんと一緒に戦えたことをすごい誇りに思います。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。そして塩根タポーシ選手お願いします。こんにちは。Just on behalf of my family and I, we want to thank you for your continued support。はい、自分と家族を含めて本当にここまで応援していただき本当にありがとうございました。We love Kobe as a whole and, you guys, and you still made to make everything easier for us, so, thank you on behalf of us. ありがとうございます。神戸とスティールメイツの皆さん、ここにいる皆さん、その心から愛しています。本当にここで過ごした時間ありがとうございました。ありがとうございました。それではスティールメイツから
選手の皆様へプレゼントがございます。スティールメイツの皆さん、ステージへお願いいたします。10名の選手全員がそれぞれこのスティーラーズの YouTube を熱く熱く語りました。皆さんへ、皆さんからプレゼントを渡していただきたいと思います。皆さん、それではご準備よろしいでしょうか。それではプレゼントの贈呈です。お願いいたします。お疲れ様でした。ちょっとお目覚めの前に違うぞ。スティールメイツの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。